えどうも山崎です日本撮りをしようかなと思っていたら日本撮りの2本目の話が全然終わらなくてですね3本撮りになっちゃいました3本ですよこれよう喋り続けるなと我ながら思いますけどトム・サックスですはい、えー、トム・サックスの話題は最初トム・サックスが身の回りにあるもので えー、何か面白いものを作っているとそれがあ我々のワークショップの時にも参考になるっていう話をしましたね。えー、参加型で作っていくで作るだけで盛り上がるわけですよ。あの作るっていう行為はやっぱすごい力を持ってますね。語り合うっていうことよりも作るっていう行為はすごい力を持ってるなっていつも思います。あの語り合うワークショップってあんま人気ないですね。で会場に入ってきてなんだろう例えば 長テーブルが2個1になっていていですよそこの上に模造紙が置いてあってそしてそこの前に付箋があるとあの7ンチ角の付箋がピピって置いてあるもう会場入ってきてイエホーって盛り上がるっていう人ほとんどいないですねのものすごい渋い顔しますねなんかねまたそれかっていうどうせ KJ4 ブレストやろうもう何回もやらされてきたわっていう、まあ、そういう顔をされる方がほとんどですね語り合う話し合う 対話の場言葉としては美しいんですけどあまりに人気ないなっていうのが印象です。で一方でなんか物を作るワークショップはすごい盛り上がりますね。もう会場入った瞬間にみんなの目が違う。なんかこう用意してあるものを見てねうわってすごい盛り上がりますし対してファシリテーションもいらないですね。だからものづくりワークショップっていうのは、まあ、我々としてもすごくあの力を持ちうるものであると思ってますね。 あの会場入って体育館の真ん中に段ボールとか梱包材とかガムテープとかパイプとかね塩ビパイプとかねあと歯間紙の管ですねとかねもういっぱい置いとくともう会場入った瞬間になんかワクワクしちゃうというか今日はこれ何が起きるんだろうみたいな顔になってくれますからもうアイイスブレイクとかごちごちちやらなくていいですねも,うもうよ,よしじゃあみんな作りましょう今日はこんなもの作りましょうって声かけるだけでも,もう盛り上がっちゃいますし。 えー、たまに僕がやるのはあれですね、もうこ,うこうやりましょうってもう言わない、自分がまず率先して何かをこう出してきて、でこう段ボールで何か作り始めるっていう、ね、しかもその段ボール、どっか体育館の端っこの方行って、好きなものをこう熱中して作ってるって言うちゃっですねもう、あれ、このワークショップ始まんないの始まんないのってみんなが協力ろし始めるぐらい、子供たちのワークショップの時は、なんかそういうやり方することが多いですね、あのこうもう自分で勝手に作ったり、絵描いたり、色塗ったりしてるっていう。 で子供たちってすっごい好奇心旺盛なので周りに集まってきて「え何してんの何してんの何作ってんの?」とか言って「よれ作ってんねとと「好きやスケート作ったらええやん」と「気になるのと作ったらええやん」って子供たちに言うと子供たちが何か材料を持って周りに集まってでじ,わじ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 わ作り始めるんですよね。だから後で <laughs> 入ってきた人たちもう開始時間前にも何人も人が来ますから開始時間前から 何かを作っては横に置いといてまた新しいものを作っては横に置いといてってやってると、えっと、みんながそれを真似し始めてでワークショップの開始とかっていう掛け声何にもないわけですけどいつの間にかみんなが何か作ってるという状態を作り出すことも可能です。これは作るワークショップだからですねものづくりワークショップだから力を持ちえるんだと思います。その場合はもう主催者挨拶とかもないですね。 もうなんか誰かが勝手にどっかで作っているってあ作っていいんだって分かった人がまた作るあるいはそれ気になった人が覗きに来てあほんな俺もそれ作ってみるわとか私これ作ってみたいみたいに思った人たちがまあなんかいろんなものを作り始めるということでまあ1時間ぐらい経った時にですね「は、えー、じゃあちょ,ちょっと聞いてください」とか言ってみんなに今日なんでこんなことから始めたのかっていう理由を説明するとかいうようなそんなワークの進め方をしたりします。でもどうすかこれあの 話話し合うタタイププののワーークショップだったらここんなななスタートの仕方いいですよ、ね、これできないですすよよねれき僕がなんか体育館の壁に向かってブツ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 なんか喋ってるっていうのを横に聞きに来て「ああおもろい俺もやってみよう」って言ってみんなブツブツ喋り始めるかっていうとそうはならんわけで,でこれはものづくりが持ってるある意味での一つの力だと思いますね。だからまあ僕はもともともの元々づくりやっててものづったりするのが大好きではあるんですけど。 あの物を作らないワークショップなんかをやり始めた時にあいつは物作りを捨ててたたのかかっっ言われることはすごく多かったですご多でね全く捨てたつもりはないしその力は知ってはいますけどでもあえてあの要するに語らなきゃいけない場所もあるので、えー、と物を作るんではなくて、えー、じっくりと対話をしていかなきゃいけないというようなワークに対しても、まあ、何ができるのかっていうのを考えていかなきゃいけない、まあ、そんなことを考えてました。 うちの事務所はだから2005年にできましたけど、えー、と2015年までの間かな10年間、えっと、ものづくりワークショップを基本的には禁止してました要するにそのものづくりワークショップっていうとわっと盛り上がるってことはもう僕ら知ってるわけですからうちの事務所のスタッフたちがものづくりワークショップにすれば場が明るくなって盛り上がったような気がするっていうそんなことになっちゃうと困るなと思ったんですむしろものを作らないワークショップで 会話のワークショップの中でも場を盛り上げることができるのかどうか、また行ってみたいなって思うような場所を作ることができるのか、言葉だけで勝負するようなワークショップをどれぐらい魅力的にすることが可能なのか、まあ、ここをちょっと突き詰めてほしいと思ったので、うん、安易にものづくりワークショップやるのは禁止ということにしてましたね。だってもう盛り上がることわかってんですもん。でも絶対盛り上がるって分かってるから、 えー、うちの若いスタッフたちがあまり努力をしなくなるというか何かうまく事が運んでいるかのように勘違いしてしまうという可能性があったんですね。なのでちょっとこう厳しいようだけれども,ものづくりのりワークショップっていうのは封印でしたね10年ほど封印して2015年ぐらい、えーまあ、スタッフがみんなが集まる合宿があるんですけれどもその合宿の時にもういよいよ我々も基本的に、えー、対話の場でも結構来ていただいた方々に、まあ、喜んで、うん、話し合ってもらって。 ある一定の満足度を持ってお帰りいただくことができるようになったんだからそろそろものづくりワークショップというのをやってもいいんじゃないかって言ってこの五年ぐらいはちょいちょい各地でものづくり系のワークショップなんていうのもやったりしてますそのものづくりですねそのものづくりという視点で僕はトムサックスに相当影響を受けていて何かすごい大きな素晴らしい芸術作品みたいなものを作ろうと思わなくたっていいんじゃないかっていうその発想は 彼の影響が大きいいだろうなと思いますねアーティストというふうに名乗っていても、まあ、見た感じそんなに美しいものはできてるわけではないし材料も安っぽいといととうことですだから僕はもう恥ずかしげもなく、えっと、動物の陶芸とかすぐ作っちゃったり恥ずかしげもなくうまくもないような絵を描いちゃったりするでそれをまた恥ずかしげもなく Facebook に晒したりしてるわけですけどあれはもうなんかこう自分の中での練習でしょうね。 あのすごい美しいものを作ったわけではなくても別にに誰かに見ててもららっったらダメってわけはないだろうと何かその文章を書いた時にその文章いいですねっていうふうに言ってくれることはあってもそのなんか字がうまいですねって褒めることはあまりないじゃないですかまあないこともないのかだけど絵に比べるとその形態について褒められる割合っていうのはそんなに多くないと思いますね。その 例えば僕が字がそんな上手くないですけど誰かに手紙を書いたと手紙を書いて切手を貼って送ったら、えー、送った先から返事が来て「山崎さんの字味ありましたね」とかそういう返事はなかなかないわけですよ。やっぱりその手紙の内容について返事を出してくれることになるけど絵を描くと絵を描くとその絵が上手いかどうかっていうような返事がよく届くんですね。 でこれはどうしたものかなと思ってその文字で表現するのか絵で表現するのかあるいは音声で表現するのか脳にあるものを何に変換して出してるかっていうだけの話なのでそれに対してその音声の時は「いい声ですね」というような話になることは比較的少ないし、えっと、文字についても「味のある文字書きますね」って言われることも比較的少ないんだけど絵で表現した時だけ「絵がうまい」とか。 下手とかいうその絵の中身ではなくてね「あそのラーメン僕も好きっす」とか「おいしい」とか「おいしそう」とかあるいはそなんかその動物僕も好きだとかね「ここでその動物見たよ」とかねなんかその書いてある動物だったりとか書いてある絵,だ絵の中身について語り始めるっていうのはあの一体どういうくらいのきっかけになるとそうなるのかなって。 そんなことをよく感じます Facebook でしつこくだから絵を出し続けたり、えー、陶芸で作った動物を出し続けたりするのはうまいとか下手っていうコメントではないコメントが、えっと、何回ぐらいアップすると出てくるのかとかですねあのどんな属性にいる人たちはもう,うまい下手を全然気にしないで「その店俺も行ったことある」とかね「ああおいしそう」とかっていうその中身の話になるのか。 こういうのをこう観察する場として多分、えー、使ってる気がしますね。絵であったりとか動物であったりそうか絵とか動物は別にここで見せてもいいのかトム・サックスの作品を僕が勝手にここで見せるわけにはいかないですけどねあでもピントが合わねえなーこれな動物とかってこんなんですねこんなやつでなんか喜んで、えー、下に「龍山崎」みたいな印鑑を押したりとかしながら。 作ってるものがありますけどあの、こんなようなものだって手びねりですからただ自分がモニャモニャモニャモニ手で作って自分の指の跡がついちゃってるようなそんなに美しくこうナイススムースな感じではないわけですよ。<laughs> なんかボロボロな感じですけどねでもまあまあこれもおもろいやんというふうに思って作ってるものでもありますし絵なんかもそうですね。 もう食べ物の絵を食べて美味しいと思ったらすぐ描くわけですけどね。で、そば食べたら、そば美味しかったなぁというふうに思ったり、描くわけですけど、パエリアみたいなものかな、美味しいなぁと思ったりとかすると、あこれはあれニンニクにんにくですね。餃子にんにくの醤油漬け。えー、美味しいなと思ったら描くという、それだけのことで、えー、そのまま書いた内容が、 どうううなのかということいこでしょうねそれがうまいか下手かというような話とはちょっと違うような話になるというのがあどういうタイミングでどんな人たちでっていうそんなことにえ興味があるということです。ああもう今日もトム・サックスのそのもう一個の面について話しようと思ってたのに話できなかった。何だろうこれ YouTube 動画って面白いですね。10分ぐらいにしようと思ってるとこんなことになるわけですね。なんかこういやいや30分とか1時間とかあれば。 で、えー、話それましたがトム・サックスはなんてこう元に戻れるんですけど10分ぐらいにしようともう今12分になりますけど10分ぐらいにしようと思っているとやっぱりなんか話はそれるとそれたまんまで終わるっていうことになりますね次回こそは次回こそはトム・サックスのもう一つの面について話ししようと思います YouTube ってこんなことになってないですよねよく考えたらね普通の YouTube の方はこうなんかこう話を次回に続くみたいにしてなくてその時々の話の新鮮な話をポッと出して終わるそういうことだと思うんですけどなぜか僕はやってみて自分の話が長いってことに気づいたのと話が続いちゃいますねこれねでこんな風にあれ、ね、続くとそうか途中だけ見るということが魅力にならんですね だって、あの、前回見ないと、今回の話がどういう話なのか分かんないっていう、こんな構図になっちゃいますから、これだとあんまり良くないのかな。よしじゃあ、ちょっと、次回こそはトム・サックスのもう一つの面についてお話をして、えー、それで今回、このトム・サックスシリーズは終わりにしとこうかなと思いますね。えー、っと、いけるかなとりあえず、何本撮りになってんだろう。もう一本撮ってみようと思います。じゃあ、また。